はい、どうも、沖縄の関です。さて、ドラゴンクエスト11 3DS 版の続きをやっていこうと思います。はい、昨日はね、ここ、昨日じゃないか、今日の午前中は、ここで一泊して、そして、軽くレベル上げやってきました。で、今からですね、はい、お城の方に向かいます。デルカタールの城。ここを北にまっすぐ行くとお城なんだよね。そうそうそう。もう到着。早かったな。まあ、とりあえず4倍速にしただけある。で、デルカダールのお城は、お城じゃない。城下町。はい。こんな感じ。ここはデルカダール王国。はい。そうだね。Y ボタンで地図が見れる。けれど、まあ、とりあえずいいかな。さて、ちょっと、こっち、倍速で送りながら来ますんで、まあ、どういったものがあるかっていう、まあ、ネタバレにならない範囲で紹介していこうと思いますが、とりあえずこうやってね、見ていくと、まあ、あちこち取れるものがあったり、登れるところがあったり、はい。入れる家があったり、はい。もうなんか勇者のくせにね、なんだろうね、人の家勝手に入って、こう、人の家のものを漁って、すごい勇者だ。確か、神は泥棒なんだよな。なんか、役変えた方がいい。で、ここで、はい。こういうものゲット。金のブレスレット。で、アクセサリーとして装備でございます。まあ、ここまで来る間に、時間外でお金いろいろ稼いでおいたんで、そうだね、いろいろ、装備もできる限り整えておくかな。だね。今買える最高のものを、買っておくぐらいのつもりでいこう。で、ちょっとね、着いたのが夜なんで、こういう感じ。昼間に着くと、少しね、雰囲気も変わったり、人が話してる内容も変わったりすると思いますけれど、まあ、今回は、夜の、このデルカダールの城下町を、まあ、ぐるぐると回るというような感じで、ます。2倍速だけど、4倍速ぐらいにしてもよかったな。ここは登れるな。クエスト、受注でございます。メアリーを助けて。ここの上か。よし。はい、メアリー助けてきました。こっちは、はい、こんなもんか。やっぱりね、そう言われるよな、人の家勝手に入って、なんか。で、こっちの本棚には、なるほど。寝てるんだよな。さて。で、こちらが、教会。はい。とりあえず、教会はまだいいとして、こっちは民家。はい。やっぱり牢獄について。なしか。寝てる。なんか俺も眠くなってきちゃった。さて。ちょっと一旦、祈っておくか。よし。では、このまんま。はい、行きます。で、こちらは、はい、こんな感じで、で、ここ。はい、防具屋と、で、売ってるものはこんなん。
持ってないもの、持ってないもの、持ってないもの。革の鎧は持ってないんで、はい。他、うん。で、こっち。こっち、武器屋で売ってるのは、銅の剣と、はい。こういうセットなんだけど、ちょっと足りないな。なんか、いらないもの。とりあえずね、後でちょっとチェックしたいんで、1個ずつぐらい残しておくようなつもりで、全然足りねえや。ま、しょうがない。はい。オッケー。この辺りお金ないかな。お金がないかな。どうしよう。あ、このドア何？小石ショップ、こんなのあったんだ。ほうほうほう。とりあえず今のところは OK ということで。ああ、はい。まあ、あの本が欲しいってやつね。欲しいじゃない、本の内容を知りたいってやつ。よし。では、その本はさっき見つけているので、ちょっと行ってきます。この家だったよな。これこれ。これ売ったらお金になるやつだ。よし。これで、はい。あったあった。では、これで、はい。銅の剣に変えます。オッケーオッケー。装備して、最高。ゴー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 。これで、下のフロアもうオッケー。じゃあ次、こっち。とりあえずこの家は入れなくて、へい。広い家だね。なんか食事出しっぱなし？あとは特に取り上げるものはないかな。大丈夫かな。 OK。 はい、次次。やっぱ食堂すげえな。で、上はなんか本棚、本がいっぱいあるぞ。布の服とかもういらないんだよ。ここもここで
すごいね。タンスこんなにあって、うん、服いっぱいなんだな。さて、夜ということでですね、お城に入れないので一旦ちょっと宿に帰って寝てきます。はい、朝になった。さあ、お城行きます。さて、ここからは通常の速度に戻していこう。なんでだって。まあ、これやっぱり俺勇者って笑うよね。さあ、行きます。とりあえずお城の中もぐるっと見て回るか。今のはちょっとバカにされた？こっちは行けない。じゃあもう上行くしかないか。ここはドアではないのか。よし、行けない。この部屋は行けない。行けない。じゃあもうこのまま行くか。はい、おー、これあれだな。ムービーの方にもあったやつ。技を見せろ。はい、これね。
分かっているな、あとは任せた。何を、なんかすごく嫌な予感。なんで、そうなん、うん、ああ捕まってしまったっす。チカローって結構なんか豪華だな。はい、3日か、うん、はい、というわけでですね、まあ、今回はこんなところで一旦終わります。ちょっとペースアップして、まあ、できる限り進めていこうと思っておりますので、この後もお楽しみに。というわけで、まあ、今回はこの辺で、よろしければチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではまた、バイバイ。記録してからね。はい、それではまた。